本当にそんなうまいのか？いや、本当マジで美味しいんだって。小腹が減ったなって話をしてただけなのに、わざわざ電車に乗って食べに行くほどか？だから一回食べてみればわかるって。小学生の頃から通ってる店なの。惣菜屋に通い詰める小学生、下町恐るべし。いやいや、あれはハマる味だよ。最近はあんまり行けてないんだけどさ。で、何がおすすめなんだ？肉なしコロッケ。肉なし？なぜ肉がないんだ？肉が入ってる普通のコロッケより10円安いんだよ。10円。そんな目で見ないでよ。子供の10円って大きいじゃん。マイカ、こう言ってはなんだが、私は行かない方がいいかもしれんな。ここまで来といてそれはないでしょう。マイカ、これは美化された思い出というやつだ。どういう意味？子供の頃に食べた思い出や感動がマイカにはあるが、私にはないということだ。おそらく私が食べてもマイカと同じ感動は得られないと思う。ああ、もう回りくどいな。いいから来なって、もうすぐそこだから。ほら、揚げ物のいい匂いがここまでしてきたでしょ。ふむ、確かにいい匂いだが、マイカ、後悔しても知らんぞ。シホの方こそさっき言ったこと後悔するよ。おばちゃん、こんにちは。おばちゃん、いつものやつ。今日は友達も連れてきたんだ。マイカ、お前ぼっちだったのか。いや、友達はいるって。ここにはあんまり連れてこなかっただけ。そんなことはいいから早く食べてみなって。いただきます。やっぱ最高。このお店の肉なしコロッケはマジで美味しい。はあ、どう、しほ。10円ケチるために肉なしにするコロッケが果たして本当にうまいのか、甚だ疑問だったが。すまんマイカ、これはすごくうまい。これほどのコロッケを食べたのは初めてだ。でしょ？だから言ったじゃん、めっちゃ美味しいって。おばちゃんのコロッケ、自分がおばあちゃんになっても食べたいからさ。だから長生きしてよ、おばちゃん。自分がおばあちゃんになるまでは無理かもしんないけどさ、そのくらいの気持ちでいてほしいっていうか。そう、無理無理言わないでよ、おばちゃん。寂しいじゃん。うちの兄弟みんなこのコロッケで大きくなったんだからさ。ん？おばちゃん、今までってどういうこと？え？閉める？どうして？ここのコロッケ本当に安くて美味しいのに。確かに子供の頃からあんまり儲かってるようには見えなかったけど。
まあいいか、もう少し気を使った方がいいぞ。え、そう？息子さんと一緒に？知れないけど、マイカ？でもこのコロッケ本当に本当に美味しいじゃん。だからねえおばちゃん、このコロッケさ、作り方だけでも教えてくれないかな。私にも人の心があるのだよ、君たち。え？どういうこと？ねえおばちゃん、このコロッケさ、作り方だけでも教えてくれないかな。自分が覚えればさ、このお店の味なくならないでしょ。このお店があったってこと、他の人たちが忘れても自分だけは絶対に忘れたくないから。ねえおばちゃん、どう？自分何にもお礼とかできないんだけど。どう？司法、いや、まだまだだな。味付け云々の前に、そもそもジャガイモの絶妙な潰し方ができていない。あの歯ごたえと舌触りの絶妙なバランスを再現できなければ、味を受け継ぐなんて夢のまた夢だ。確かにその通り。ねえ志保、今日はどう？マイカ、味が全然ダメだ。和風でありながら洋風で、懐かしい味わいでありながら新しい出会いのような、あの魅惑の味の足元にも及ばない。くー、はっきり言ってくれるね。これは？揚げ方が全然なってない。これは？まだまだ。これは？あのさ、マイカ、私と春菜なんだけど、今日は近くのファミレスでご飯食べてくるね。え、どうして？いや、さすがにそろそろコロッケはちょっと。あのね、マイカちゃんのコロッケ食べたくないってわけじゃないんだけど。はいはい、もうそういうのいいから食べなって。ほら、今日の分ね。
ちゃん。うん、わかった。マイカのためだもんね。ハルナ、こうなったらマイカが納得するまでコロッケ食べ続けよう。うん、そうだね。よし、マイカちゃん、私も最後まで協力するよ。いや、今日のは自信あるんだって。おばちゃんの味完全に再現できたと思うから食べてみて。ほほう、では食べてみよう。どう？しほ。うん、これはマイカやったな。これ、ふう、私はそのおばちゃんのコロッケ食べたわけじゃないけど、でもなんていうか、わかるよ、完成したって感じがする。うん、おいしい。本当に？これならおばちゃんに食べてもらうのも恥ずかしくないよね。あとは同じ味を繰り返し作れるかだ。今日たまたまうまくいっただけなら意味がないからな。そうだね、志保の言う通り。よし、あとしばらくコロッケが続くからよろしくね。最後まで協力するって言っちゃったしね。自分完全に味を受け継げたんじゃない？これならおばちゃんも喜んでくれると思うんだよね。まあ、やれるだけのことはやったんじゃないか。おばちゃん喜んでくれるかな。嫌なら最初からコロッケの作り方を教えないだろうしな。あれ、おかしいな。何がだ？いや、いつもこの角のあたりまで来るといい匂いがしてくるはずなんだけど。はあ、閉まってる。今日は定休日じゃないはずなんだけど。でも閉めるの来月だって言ってたよね。ああ、この前はそう言っていたな。おばちゃん、おーい、おばちゃん。出ないな。うん、あ、どうも。え、早まった？そうなんだ。そっか、それならしょうがないよね。やっと納得のいくコロッケができたんだけどな。帰るか？うん。ねえ、志保。ん？変な話かもだけど、自分今どんな気持ちになったらいいかよくわかんないんだよね。そうか。もうあのコロッケ食べらんないのも、おばちゃんにコロッケ食べてもらえなかったのも、なんかすごく悲しいんだけどさ、これでよかったんだよね。そうだな。だから自分が悲しいとか寂しいとか言っちゃうのは、なんていうか、そのわがままみたいなもんで。自分何言ってるのかもわかんなくなっちゃったな。
マイカ、いい言葉がある。諸行無常、知ってるか？ん？どういう意味？世の中の物事は変わっていくのが当たり前ということだ。おお。しかし、形のないもの、記憶の中に残るものは、人から人へと語り継いで残すことができる。歌や詩や言葉のように、レシピもまた、時代を超えて残せるものだ。自分でも言ってたはずだ。他の誰が忘れても、このコロッケがあった証は自分だけは忘れないと。司法、どうだ、いいこと言っただろ。こんなこと言っちゃなんだけど、司法なんで付き合ってくれたの？なんていうか、ちょっと嬉しかった。ありがとう。礼には及ばん。たまにそのマイカが受け継いだコロッケを再現してくれれば。うん、それはもちろん。自分も食べたいしね、おばちゃんのコロッケ。さあ帰るか。そうだね、帰ろう。帰ったら早速作ろっかな、コロッケ。春菜とほのかがそろそろ音を上げそうだ。しばらく間を空けた方がいいんじゃないか。ああ、そうだね。じゃあ来週くらいにまた作ろうかな。ねえおばちゃん、おばちゃんのコロッケ、子供の頃からずっと好きだったよ。ありがとね、おばちゃん。これからも元気でね。